ありがとう。いつき。俺を構えろ、いつき。やっやっ。今は生き残ること。くらえ。やった。俺がお前を守る。一か八かで落ちろ。早く倒れてください。任せて。クロムの言う通りにすれば難しいかも。これでこれだな。怖くない。怖く失敗し、せいいいわね。頑張ったわね、翼。クロムを通して新たな戦い方が俺の中に。これがこの姿の意味だというのか。うん。この力受け取って。いいかしら。や、気をつけろ。敵が現れたぞ。せい。やれるのか、俺に。クロムみたいに。これだな。わっ、おっと。まだ敵がいるのか。くらえ。よし。うわ。怖くない。怖くない。やった。やった。助かった。落ち着いて。集中して。助かった。まだ敵がいるのか。イカズチよ、俺は負ける。うわ。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても。任せて。一体こいつらは何なんだ。
よし、倒したぞ。わあ、怖くない、怖くない。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。この日を逃すな。お疲れ、みんな。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。ないけど。あそこか。イツキ君と一緒に帰るんだ。それで弱点を攻めろ。オッケー、セッション、いける。いいね。シーダに教わったこれ、苦手なの。この一撃で、こんなところで死にたくない。それよ、クロムみたいに。よし、セッション行きます。いいわね。なんだか照れくさいな。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。化け物たちが落とすこれって何だろう。それはパフォーマだ。おそらく人間たちから奪ったものだ。パフォーマ、あなたたち人間のみが持つ内なる力、そして
私たちのような存在の糧となるものよ。オーディションの司会者はこのパフォーマーを狙って人をさらっていたのか。でもこれキラキラしてて綺麗だね。翼の中からもパフォーマーの輝きを感じるわ。人間の持つ力か。これはミラージュの気配。生き残ることだけを。よかった、やったね。うわっ、早く倒れてください。任せて、クロム。俺がお前を守る。準備 OK だよ。しびれろ。よし、みんなついてきて。大成功。痛いのは嫌だけど。助かった。落ち着いて、集中して。助かった、早く倒さなきゃ。準備 OK だよ。遅い、ここか。私から行くね。大成功。うわ、痛いのは嫌だけど。はぁ、一体こいつらは何。ここか。どうもです。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん、この力受け取って、翼。いいかしら。これはミラージュの気配。それで弱点を攻めろ。失敗しないといいな。シーダに教わった通りに。今は生き残ることだけを。一か八かで雷を。ここか。セッション行きます。これで、うわ、クロムの言う通りにすれば。みたいに。これだな。セッション行きます。これで。私に倒せるかな。よし、逃がさないんだから。あれ、始めよう。絶対だ。みんなで掴んだ勝利だね。
敵だ。不意打ちに気をつけろ。てらせい。焦るな、落ち着け。その技でいきましょう。バッチリ準備 OK だよ。光の刃よ。ここか。セッション行きます。大成功。怖いけど、頑張るしかないよね。この日を逃すな。シーダに教わった通り。早く倒さなきゃ。それよ。この間合いならやった。私から行くね。大成功。私に倒せるかな。リーダーに教わった気が。ああ、倒せた。頑張ったわね、翼。気をつけろ。ひとまずは安全か。や。敵が現れたぞ。せい。治癒成功。行こうみんな。見てくれるから。いいね。いつでもいいぞ。いつでもいいぞ。かわせないよ。ついてきて。ね、とどめ。焦るな、落ち着け。バッチリ合わせるからね。クローム直伝だ。怖くない、怖くない。それで弱点を攻めろ。教わったからね。ついてきて。ね、とどめ。一体こいつらは何なんだ。準備 OK だよ。落ちろ。ここか。セッション行きます。これで終わり。やれやれ。リツキ、やっ。焦るな、落ち着け。準備 OK だよ。とどろけ。ここか。セッション行きます。これで。シーダがいてくれるから。かわせないよ。やった、倒せた。おっと、敵の動きをよく見。この日を逃す。お疲れ、みんな。
敵だ。一気に決めろ。戦いは回避できたか。気をつけろ。やっ、奇襲成功。行こう、みんな。一緒に帰るんだ。シーダに教わったか。よかった。自信はないけど。準備 OK だよ。イカズチよ。よし、私から行くね。これで、痛いのは嫌だけど。やっ、早く倒さなきゃ。落ちろ。ここか。私から行くね。やった、私たちの勝ちだね。やれやれ。敵だ。一気に決めろ。や、自信はないけど。バッチリ合わせるからね。イカズチよ。やった。セッション行きます。やった、私たちの勝ちだね。なんだか照れくさいな。そこで止まれ、翼！あっ！オーディションの司会者！シーダめ、取り込まれやがって。俺から逃げられると思うな！で、そっちの男、貴様は誰のマスターだ。随分と強いパフォーマーを感じるが、いつ、今までの敵と違う。気をつけろ、リツキ。クーン。見つけた。シーダだけでなく、クロムの器も見つけた。無事か、イツキ。え、その声、トーマ君？待たせたな、ヒーロー参上だぜ。一気に片付けるぜ。全て消しろ。
ルネージホーム赤木トーマ剣山へい決まったで、あれ樹たちもマスターになってるのかよ。どうやらそのようだな。ミラージが増えた。全員俺と共に来てもらうぞ。そう簡単に行くかよ。逆にあんたからそのミラージ追い出してやるぜ。こんなところで死にたくない。一か八かでバッチリ合わせるからね。イカズチよ、やった。私から行くね。いいわね。さあクライマックスだぜ。やってみねえとは。燃えろ俺の弱点発見。怖いけど頑張るしかないよね。助かった。これな。いいね。まだ倒れないのか。一か八かで。バッチリ合わせるからね。もちろん。やった。みんなついてきて。これで。油断するなよトバ。わかってるって。やってみねえとは。聞いたぜ。まずは俺が任せた。もう一つおまけ。決まった。ここは一体何なの。せい。どうしよう。難しい。走れ内向。俺らのコンビネーション見せてやろう。ほら行くぞ行くぞ。足を引っ張らないようにしないと。この日を逃すの。かわせないよ。俺から行く。やった。一体こいつらは何なんだ。クローム直伝だ。次はどうすんだっけ。たぎるぜ。弱点発見。お待ちかねだ。バカ。本物は誰でしょう。見つけてみろ。やっぱり怖いかも。倒してしまえば怖くないわ。落ち着いて集中して。クロムの言う通りにすればバッチリ合わせるからね。しびれろ。やった。私から行くね。いいわね。バカ。いいぜ。助かった。こいつで決める。私に倒せるかな。やった。落ち着いて集中して。助かった。逃がしてはくれないよな。その技で行きましょう。轟け。これだな。私から行くね。大成功。うひ、まだ倒れねえの。はあ。
早く倒れてください。いつでもいいぞ。貫くよ。始めよう。よし、クロム、俺がお前を守る。槍の刃よ。貴様らのパフォーマーをあの方に捧げるつもりだったのに。一件落着かな。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。悪のミラージュ、打ち取ったりってな。勢いに乗ったいい戦いぶりだったぞ、トーマ。だが、まだ動きに無駄が多いな。なあ、はいはい、わかってるわかってる。けどな、物事にはケレンミってもんが必要なんだよ。というか、死んでねえだろうな、この人は。なあ、カイン、確かこれで元に戻るって言ってたよ。そのはずだ。しかし、ミラージュに憑依された人間とは、ああも変わってしまうのか。おっと、紹介しておくぜ。こいつはカイン、俺の相棒だ。で、カイン、こっちはイツキと翼ちゃんな。青いイツキに織部翼だな。君たちの名前はトーマからよく聞いている。面白い友人だと。面白い。イツキ、お前がイドラスフィアに入ったって分かったときはゾッとしたぜ。イドラスフィア？今いるこの世界のことだ。マジで心配したんだからな。ごめん、悪いとは思ったんだけど、あの時は翼を助けることだけで頭がいっぱいだったんだ。んなことは分かってる。俺はイツキならそうすると思ったから釘を刺したんだ。お前はこういう時平然と無茶するからな。でも今回はさすがに頑張りすぎだぜ。それよりトーマ、どうして黙ってたんだ。こんな危ないことに関わってたなんて。ヒーローは正体を隠すものだ。特に親しい友人にはな。トーマ、正直なところイツキに余計な心配をさせたくなかったんだ。だから黙ってた。すまなかった、イツキ。いや、謝ることじゃないよ。トーマの気持ちもわかるし。サンキュー、イツキ。っていうか、お前もミラージュマスターになっちまったんだな。ミラージュマスターって？カインたちのことをミラージュって言って、ミラージュと共に戦う人間をミラージュマスターって言うらしい。ほど。お前落ち着きすぎだろ。なんでそんないつも通りなんだよ。そうかな。強いな、イツキは。それじゃ、ここで話してても仕方ねえし、さっさとイドラスフィアを出ようぜ。